どうも、こんばんは。みずにゃんでーす。よろしくお願いしまーす。どうも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 、こんばんは。はい、二枠目でございます。お悩み99%お悩み相談凸待ちでございます。はい。まあ、最近ちょっと2週間ぐらいやれてなかったんでね、それちょっとね、やりたいなと思います。はい。昨日4回もコメント読んでもらった。じゃあ、5回目やね、今日ね。寝なくても大丈夫？いや、全然なんか大丈夫だよ。まあ、目がちょっと赤いけどね。いや、コンタクトがね、ずれてるんだよ。ずれてたんだよ、さっき。夕ご飯何も食べてないですね。あ、ちなみにマリアちゃんの件とか、浮気とか、その二股とかに関して、まあちょっともう一回話をすると、してません。なんでね、はい。してません。ただね、マリアちゃんに思わせぶりな好態度を取ってしまったのは、俺が悪い。そう。だそこはしっかりと反省。なんでね、はい。で、3日の日にね、弁護士事務所に行って、弁護士さんにちょっと相談してくるわ。3日にちょっと。いやー、でもなんかね、40万ぐらいかかるって言われたね。いや、今日なんかちょっとこう、電話で話をして、で、相手をなんか特定するために、なんか40万かかるって言われて、で、それプラスなんかその裁判所に担保金として30万円払わないといけないから、まあ大体70万ぐらいかかりますよって言われたのね。まあ仕方がないかなと思って、それは。で、プラスまあ東京とかの裁判所になると、なんか日当、交通費となんか日当がかかるって言われて。そうそう。だそんな感じだからね、今ね。まあ、そういう感じでございますよ。はい。3日の日に。広告がないままですか？広告はね、多分ね、まだね、作ってるんじゃないかな、YouTube。YouTube の広告でもなんかまだついてんじゃないかな。多分。まあ、100万円ぐらいは見とかないと、まあ、100万ぐらいはこう見とかないといけないかなと思ってますけどね。まあ、それぐらいは。口だけだよ。俺3日に予約取ってるからね、事務所に。まあ、弁護士さんと一応話をしてみて、今後どうするかって話だけど。そう、しかもなんかね、相手が今ね、なんか特定にこうかかる費用とかを、なんか相手にその負担させることができる、なんか判例みたいなのもできて、そうそう。だからまあ、とりあえず、相手からこうお金を取ることができれば、まあ、特定費用もかかるみたいな、そういう話やね。みずにゃんってめめしいね。なんでめめしいの、それが。意味がわかんないんだけど。むしろなんかこっちからすればさ、あることないこと言われてさ、風評被害を受けてんだよ。そう。そういうことだからね。水には寝ないの？いや、全然寝ないですね。ああ、まあでも、とりあえずね、お悩み相談とつまちをしたいと思います。で、誰かちょっと言わないけど、はい。はい、もしもーし。これです。
いや、きしょいってなるでしょ。はい。はい、もしもし。もしもし。はい、突然ありがとうございます。こんばんは。何の相談でしょうか。テルミクラブです。テルミクラブ。うん。今話題の。そはい、どうしましたか、このテルミクラブが。う。この間、旦那が東京の方に行ったんだけど、はいはい。話にならないと。それで、今度、なんか、関西空港の近くでなんかまた話し合いをするっていうふうなことを言ってるんだけど、はいはい。でね、旦那の会社の大手がはい。吉田、レスリングの吉田さんが出てるコマーシャルのが大手なんです。はいはい。そこが、なんかね、何十人か分のお金も出してるみたいで。どういうこと？何？その吉田沙保里が CM 出てるそうそう会そうそうそ社うそうそうそが、う。うちの旦那の大手。大手。はいはいはい。うん。そこも、今回引っかかってるんだよ。そこも、テルミクラブに騙されてたってことですか？そうそうそう。っていう話なんだけど、はい。私はもう行かないからあれだけど、もううん。旦那が走り回ってる今。あ どうしたらいいんだろうとか思って、もう家の中は喧嘩だし、あ。はい。もう普通に今まで通り、JAF なら JAF とか普通の日本航空なら日本航空とかにすればよかったのにとかって言ったんだけど、はいはい。そんな安いから飛びついてもはいはい。っていう家の中では喧嘩をしてる状態。まあでも怒ったことはしょうがないじゃないですか。まあしょうがないんだけ ど、はい。しょうがないんだけど全然帰ってこないみたいで、まあまあまあ、もうはい。でも私ももうそれ以上言ってももうお前はいかんのやからって言われたら最後やから黙ってるんだけど、はい。なんか今度関西空港で関西空港の近くでその社長がテルミクラブの社長が来られてまた会議っていうか話し合いをするとか言って関西が関西で話し合いをするからって言ってた。はいはいはい。いう話なんですけど、なんか、どうなんですかね、テレビクラブは、テルミクラブ。もう腹立ってきて。はい。ミズニャンさん、どう思いますか？相談じゃないんですか、それは。相談なんですよ。どう相思い談まなすんでか？いや、す。僕はテルミクラブは最悪だと思いますよ。ですよね。はい。私もそう思うんですけど、はい。そう思うんだけど、それを口に出したら、もう、それこそ油に水を注ぐようなもんで、油に水、火に油じゃないですか。あ、ごめんなさい。ちょっともう、この間から私興奮して寝れないよ、それで。はいはい。もう腹が立って腹が立って、で、テレビをつければそういう、昼、のテレビをつければそれやってるし、会社では会社でもう旦那がバタバタしてるし、はい。家では家で、ね、走り回ってるしっていう感じで、もうなんか家なんかもう今ぐちゃぐちゃ状態。はい。せめてお金は返ってこんでも家の中ぐらいをママさんでくれよみたいな。これ相談っていうか愚痴になっちゃうんだけど、ごめんなさい。もう、みずにゃんさんはどういうふうに思ってるんかなと思って、僕はテルミクラブは最悪だとは思い、いますよ。ねえ。
まあその大手のうちの会社、旦那の会社の大手の会社もそうだけど、他の大手の会社もなんか今回は飛びついてるみたいですね。はい。で、だから役員の給料が、なんていうの、3000なんぼとか言ってたじゃないですか、はいはいはい。ぐらいあるんだって。はい。その金があれば返してくれよとか思うんだけいやまあそうですね、確かにお金を返しど。てほしいですよね。ごめんね、私ない、ちょっとさっきも言ったように興奮状態に陥ってるから、何言ってるか自分ではっきり分かんないんだけど、もう愚痴になっちゃってごめんなさい。はい、わかりました。すいません、ありがとうございます。ごめんなさい、おやすみはなーい。さい。続けてみてます。はい。はーい。はい、もしもーし。もしもし。はい、突然ありがとうございます。どうしました？すいません。はい。私、家のことちゃんとやってるんですけど、働け働けって言われるんですよ。おー、ちなみに家族構成とか聞いてもいいですか？子供が一人と、私と子供の父親です。あーってことはじゃあ何、家族3人ってこと？いや、でも籍入れてない。あーじゃあ事実婚ってことですね。それで、働け働けって毎日言われてるんですけど、普通に家事しててお金もらえないじゃないですか、まあ確かに家そう事しでてすてね。ね。それって普通にいくらぐらいになると思います？ いくらぐ毎らいにな日りまちすゃんとか？や。いやまあ大体でも家事って7、800万とかじゃないですか。ああ、そうなんだ。価値がないんだって。やっててもお金にならなきゃ。まあそれってなんかこう人の価値観っていうところありますよね。水実野際。さんはどう思います？いや僕はその家事に価値があると思いますよ。そうですよね。そういう人だったらよかったっていう感じですよね、結局は。いやまあそうですね、確かにね。わかりました。はい、わかりました。ありがとうございあまりす。がとうございます。いやー、なんか悩める主婦が多いんだね。テルミクラブに、ね、旦那に働けって言われてるとか。はい、もしもーし。はい、突然ありがとうございます。こんばんは。すごい単純な悩みなんですけど、ツイッターのアカウントが一つ乗っ取られちゃって、乗っ取られた。で、消したかったんですよね。で、うまく消えなくて、そのまま残っちゃってるんですよ。で、パスワードがわからなくて、パスワードをリセットしようと思って、ログインのやつでやったんですよ。そしたら、ログインができないみたいな感じで書いてあって、他の携帯でやっても、そういう結果になっちゃって、それメールで連携とかしてなかったの？電話番号とかメールとかそういう連携してなかったの？乗っ取られたって知ったから、全部消しちゃったんですよ。ああ、じゃあ連携解除しちゃったのね。で、それで、それはあれじゃないかな。ツイッターの運営にメールをして、で、これこれこう乗っ取られたんですけど、アカウント削除してもらうことができますかって聞いたらいいと思うよ。
メールってどうやってやればいいんですか？なんか、なんで、なんかできないんだろうみたいな、お問い合わせみたいな、ヘルプなんとかみたいなのがあって、それには何回かメール送ったんですけど、なんかよくわかんなくて、あ、返信来なかった、それは。なんか何回か送ってるけど、なんかアカウントはあるからログインするためにみたいな感じで送られてきたんですけど、なんかどうやってやってもアカウントにログインができなくて、アカウント自体がなんか見つからないみたいな感じになっちゃうんですよ。アカウントが見つからない。なんかどういうこ存と？在しませんみたいな。アカウントが存在しませんってことは消えてるんじゃないの？ツイッターのアカウント、それ。でも、なくて、あるんですよ、アカウントは。アカウント自体は残ってるの？それは例えばさ、なんかアイコンが卵とかさ、フォロワーとフォローの数が急にこう1人とか2人とかに減ってないとか、減ってたりとかじゃないの？じゃなくて、画像もちゃんとあって、プロフフィォールもそのロワー、まま？で、フォローもフォロワーも100人超えてるんですけど、アカウント自体はあるのになんかログインできないみたいななっちゃってて、それも残しといてよくないか？なんか今付き合ってる人との写真をトップ画にしてて、それを消したくて、で、個人情報もなんか自分の自己 PR、自己なんか書くとこあるじゃないですか。プロフィール。なんかそこに書いてあるからそれも消したくて。ああ、それを消したいわけね。で、運営にこうメールをしても、テンプレートの返信しか返ってこないから、どうしたらいいかわからないってことね。か、どうしたらいいのかな。なんかもう1月からずっとその状態で、それ凍結をさせたりとかできないの？凍結させたくて、自分のもう一個のアカウントとかで何回も乗っ取られた可能性があるとかって言って報告してるんですけど、それじゃなくて、プロフィールとかに自分の画像を勝手に使われてるっていうことを報告したらいいんじゃないの？なんか何回もやってても、だから乗っ凍結取さられなたくとかじゃなくて、て。自分の画像を無断で使われてるっていう体で通報したらいいんじゃない？じゃあ、なんか、具体的にのところは何て押したらいいんですか？具体的にのところ、じゃあちょっとこう試しに、はじめしゃちょーのこうファン一人こう通報してみようかな。適当に俺のことを誹謗中傷するアカウントちょっと報告で、アカウントをね、乗っ取られてるじゃなくて、で、ツイッターのルール違反の詳細っていうのがあるから、アカウントをその報告するときにさ、ツイッタールールの違反についての詳細はこちらっていうところない？あります。ある？で、こちらっていうところをクリックするじゃん。で、そしたら、プロフィールの違反を報告っていうところを押したらいいよ。プロフィールの。どこだ？あ、ごめん、下の方に、どうしよう。あー、このリンク飛べるかい？君は。どれですか？このリンクを飛べるかな？僕が今からこうスカイプチャットにこうリンクを貼るよ。ありがとうございます。
これここ飛ぶじゃない。はい。でツイッターへの個人情報の投稿っていうところの違反の報告についてはこちらってあるから、そこクリックしてみて。いや、ちょっと待ってください。うん、ん、すみません、もう一回いいですか。あ、だから下の方にこうスクロールしていったらさ、はい、ツイッターへの個人情報の投稿でない、個人情報に関するポリシーについてはこちら、違反の報告についてはこちらをご覧くださいって。はい。でここのこちらっていう、違反の報告についてはこちらっていうところをクリックして。クリックした。多分、クリックした。クリックしたらなんて出ますか。え、え、クリックしたら何が出るか。個人情報の投稿について報告をするっていうページが出てくる。あ、ページ間違えた。じゃあページ間違えた。すみません、機械音痴なんで。これかな。どう？言えた？ツイッターへの個人情報の投稿ですか？そう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 。はい、できました。飛んだら個人情報の投稿について報告するってこう出てくる。あれ？出てこない。あ、じゃあ、この URL を、あ、ちょっと待って。すみません。この URL をクリックしたら飛べるはず、きっと。いけるかい？飛べるかい？はい、飛べました。で、誰の個人情報が投稿されてますかっていうところあるでしょ。はい。これ報告者本人のところにチェック入れて。はい。で、どのような個人情報が投稿されていますかって書いてあるじゃない。はい。そこを許可していない自分の写真や動画っていう。はい。で、報告対象アカウントのユーザー名というのは凍結させたい、自分の ID を載せる、書く。はい。あ、OK。はい。で、報告対象のツイートの URL っていうのは、まあ、はい、自分のこう適当にこう画像を載ってるようなこうツイートの URL をこう載せたらいい。URL。URL。 うん。 URL がもしかしたら分かんない。分かんないです、すいません。 URL が分かんないの。え、どれを書いたらいいかが分からなくて、なんか、うん、なんか勝手に投稿されるですよ。あ、じゃあちょっとね、ツイッターの ID 教えて。俺だけに。はい。え、口でですか？いや、口じゃなくて、チャットに書いて。はい。あ、ID って名前の下に書いてあるやつですよね。そう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 。あ、これね。はい。はい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 。じゃあ、これちょっと飛んでみよう。でも鍵アカなんですよ。あ、鍵アカなんだ。鍵アカってことは URL がわからないな、俺には。あ、でも大丈夫大丈夫。大丈夫ですか？報告対象のツイートっていうところに、はい、この URL を
クリックじゃなくてね、そのままコピーペーションして、コピペって言ってコピーして貼ればいいから。コピーして、うん、貼りました。貼った。で、はい、問題の詳細っていうところは、はい、自分の画像を無断で投稿されてるって書いたらいいと思う。無断でされてる、うん、自分の画像を無断で投稿されてるって書けばいいんですよね。そうそうそう、はい。で、報告者本人について、まあこれね、居住地って出てくるけど、はい、これはジャパン、ジャパン、ジャパン、スペルわかる？わかります。わかる。はい、ジャパン選択して、メールアドレスは自分が普段使ってるメールアドレスを使ったらいいよ。はい、やりました。ツイッターユーザー名のところは、まあ普段その自分が使ってるツイッターの ID を載せたらいい。はい、で最後に署名っていうのは自分の名前、フルネーム、漢字ですよね。漢字。はい、できました。大原誠二だったら大原誠二って書くんだよ。はい、で送信ボタンをクリック。あれあれ、え、なんか、うん、押したら、うん、記入されていない項目があります。記入されてない項目ってこうどこ？うん、URL のところです。あ、報告対象ツイートの URL は何？自分のこうツイッターの URL 貼らなかった？貼りました。送られたやつはそのままコピーして貼りました。あ、マジで？あ、じゃあこうどれかツイートの URL を選択しないとできないのか、これ、はい、いやーってことはどうしたものかな。何個か送りましょうか。なんか勝手に投稿されてるやつを。え、その URL はわかるの？うん、わかんないんですけど。わかんないんだったら多分無理やで。書いてある、なんかツイートしてあるやつをコピーして、うん、水庭さんに送ればいいんじゃないかなって。いや、俺鍵垢だから見れないんだよ。鍵垢だから URL を調べることできないよね。スクショとかって送れないんですか？スクショ送られても URL がわかんないから。なんか、ツイートの、うん、例えば、履くだけで4キロ痩せたみたいな。あ、それツイートの下に。それ URL、それはツイートの URL じゃないから。その下になんかクリックするとこがあって、うん、それ踏んだらダメだって。なんかそれ乗っ取られてるんじゃなくて、ただなんか変な URL 踏んで、はい、なんかウイルスみたいなやつに感染しただけでしょそれ。なんかわかんないけど、なんか友達になんか乗っ取られてるって言われて。うん、いやそれ乗っ取られてないから、設定ボタンあるじゃん。設定ない？ツイッターのですか？うん、あります。でそこからアプリ連携っていうのがあるから、それ全部外したらいいよ一回。アプリ連携、うん、アプリの連携を解除。
設定で、うん。次何を押せばいいんですか？パソコン版しか連携解除できないのか。多そうか。分。じゃあちょっとさ、僕にID とパスワード教えて。一パ回。スワードがうん。わからないんです。パスワードがわかんないのか。ってことは、iPhone 使ってる？アンドロイドです。Android だったら、Google から、ホームページいつも見るやつあるやん。ブラウあ、ザ。それ何回もやったんですけど、ログインさできないみたいな出ちゃっログて、インができない。で、できないから、パスワードのリセットもできなくて、なんか対処ができないみたいな。それはもうね、諦めた方がいいね。諦めるしかないですか？そう、諦めた方がいいわ、それは。無理だわ。そうですか。ありがとうございました。失礼します。いやー、すいません、本当に。いや、ごめんなさい、本当。いやー、申し訳ないですね。せっかく99.9%だったのに。はい、もしもーし。もしもし。はい、突然ありがとうございま す。いや、はい。結構ガチな方の突な、相談なんですけど、はい。ちょっと親子関係で、あー、親子関係ね。はい。うん。で、今、私、父と二人暮らしなんですよ。はい。で、二人暮らししてもう2、3年ぐらい経つんですけど、もともとすごい仲が悪くて、で、余計に、もうなんか全然、本当にここ2、3年、ほとんど話さなかったりして、で、なんか、結構で、そこに、なんか私と父、今までだったら、私と父だけだったんですけど、そこに最近っていうか、結構、おばが入ってくるようになって、ですごいなんか、会うたびとか、メールとかで、なんか、親子なんだから、あなたからもっと、なんか、歩み寄りなさいとか、もっとあなたから、やりなさいみたいな、あなたが全部悪いのよみたいな。ああ、いるよね、そういうババアね。おせっかい焼きの。そうなんです。もう本当になんか、うん、うざいよないのな、そうなんです。で父も、で父の姉なんですよ。でなんかもう、で父も父で、なんか私の結構愚痴とかをおばに言うみたいで、でわざわざ私地方に住んでるんですけど、東京から来て でお説教されるんですよ。ああ、そんなに、おばさんとそのお父さんってのはきょ、あ、兄弟なの？はい、おばさんが姉で、お父さんが弟みたいな。ああ、やっぱりじゃあその血がつながってるからかばうよね。そうなんで、もうなんか、うち、その、二人暮らしになった理由が離婚で、二人暮らしになったんですけど、なんか、でもなんか本当に離婚する前から、もうすごい、父がすごいひどい人で、なんかもう、お前、なんか家族に、で、お前、ここの家は俺が建てた家だから、お前らには貸してやってるだけだとか、なんかこの家の中で一番偉いのは俺で、お前らに人権はないとか。ああ、なんか昔かたぎのなんかなんです。おもうなん父かさんみたいな感じだね。昭和初期の人で、あ、昭和初期？いや全然考え方がですよ、ああ、考え考え方びっくりした。方 でもなんか、で、その、歩み寄れ、歩み寄れってすごい言われるから、私、今日頑張ろうと思って、父に、いつもは絶対やらないんですけど、父にご飯を作ったんですよ。カレーを作ったんですよ。たら、で、もう食べる、もう作るって言ってあったし、もう絶対食べると思うじゃないですか。もちろんね。だから、今できたけど、もうよそっていい？って聞いたら、なんか、
なんか俺は、いや俺言いたいから食えねえしみたいな、しかもお前の炊いたご飯硬すぎて食えねえしみたいなもうもうはぁと思ってボロボロやん言われてんのもうなんかもうえもうなんかいやもうなんかこうやって自分から言っても、うん、結局ダメなんじゃんみたいなあ言ったんです。でも歩み寄れってなってた、なってたっていうか歩み寄ろうとしてるのになんで拒否するんだってもう直接言ったんですよ。うんうん、いや頑固なんだよねお父さんねしたらなんかもうお前は、うん、前々から俺前に俺のこと大嫌いって言ったよなっつって言い始めて、いや確かに言ったけど大嫌いだけじゃ家庭回ってかないじゃんって言ったんですよはいはい。でそしたら別にいや俺はもう好きにしてくれみたいな、ほうほうほうしてくれみたいで言われて、でえって言ったらなんかでもせっかく話しかけてるのになんでそんな強い言い方するんだみたいな言ったら、もうお前に話しかけられても不快でしかないみたいなあ言われちゃって。ちなみに何お父さんは何十代なの、はい、40代50代49ですね。今年49か。ああ4950だったらもうちょうどこう元気盛りやからねそう頑固やとなかなかこう自分の考えを曲げないよね。そうでなんかこっちからこう歩み寄ってもでなんかもうあんまりにもちょっと辛すぎて、うん、我慢の限界でお母さんに電話したんですよ、うん、したらもうなんかお母さんももう泣きながらなんか本当にごめんねみたいな、でもそれがすごい罪悪感感じちゃって、うん、なんかなんていうんですか、もう泣かせるために電話したんじゃないけどみたいな、なんて言うんですか、うん、あでもなんかさ、そうでさ、なんとなく俺が思ったことなんだけど、突然なんかこうコロって歩み寄ったから、はい、お父さんちょっと警戒したんじゃないの、はい、いやもうなんか結構前々から下ごしらえはしてたんです。下ごしらえなんか例えばなんか今日いい天気だねってちょっと言ってみたりちょっと今日なんかこの家そういえば何坪ぐらいあるのみたいな、ちょっとどうでもいい話を。この家何坪ぐらいあるのってそれ普通に話すか家庭でなんかちょっとでも話題になれば話題に広がるかなと思ってそれ何の下ごしらえだよ本当に。お父さん殺す下ごしらえに近いじゃねえかよ、そんな何坪あるのみたいななんかやってたんですけど全然なんか、うん、自分って見れば分かるでしょみたいな、いや、うん、いくついくつだけど自分でそんぐらい別にどうでもよくないみたいな、そんな感じなんで、はいはいはいもうそのさ、いつからさお父さんとのそのわだかまりみたいなのできたの？もう小学校とか、小学生からか、5、6年とかですかね。そのなんかきっかけになった出来事とかないの、そのお父さんとわだかまりができた。あ、もうそれはもうずっと、もうずっと昔からなんか結構もともとすごいひどい人で、暴力とかも全然余裕で振るう人だったんで、はいはい、もうなんかお母さんがすごい喧嘩になった時にお母さんのなんかお母さんが殴られたのを見たり、もう自分も殴られたり、うん、たりしてからもう、あ、もう本当に嫌な人間だじゃないけど、うん、もう本当にもうダメだなみたいな、そっからもう結構中学の時とかも絶対お父さんに会わないように、うん、車の音がしたら自分の部屋に逃げてたりしたんですけど、はいはい、なんかそれが逆にダメだったみたいで、うん、なんか全然俺に顔合わせないみたいな、あそれを聞いて今度じゃあ顔合わせるようにするとなんかもう早く2回行けみたいな。あーなー、そうか。でもお父さん、まあ、一つの解決法とすれば、もうあなたが、うん、独り立ちできるまで耐えるっていうことだね。多分今の話を聞いてると、あなたのお父さんって多分年を取れば取るほど徐々になんかこう性格が柔らかくなっていくと思うの。
で、俺のこう亡くなったおじいちゃんが、もうほんと60、70ぐらいまでめちゃくちゃ頑固だったんだよね。でも、70後半から80ぐらいになると、もうすごく性格が穏やかになるんだよ。急に。だから、まずあなたがちょっと耐えることがいいと思うね。それは。そうですいや、辛いと思うけどね。ね。なんかでも最終的にはなんか進学のお金はもう出さないみたいに言われちゃって、どうしよう。 でもそれでもう一気に、学生？今です、今年高3ですね。今年高3なの？それはちょっと真剣に、だな、ちょっと考えないといけないな。真剣にというか別に真剣に考えなかったわけじゃないんだけど、お父さんとの向き合い方か。お父さんとの向き合い方ね。いや、学校とかね、児童相談所とかはまた違う話なのよ。こういうのはやっぱりこう、家庭の中で解決できる方法をね、探さなきゃいけないわけね。まずその、言いこぶることだね。だお父さんに言われたことを、はいはいはいってこう、できる子になること。わかりました。まあ、お父さんの言いなりになることによって、お父さんのある種信用を得ることができるんだよ。で、そうすればお父さんも徐々に徐々に態度がこう変わってくると思うんだよね。それは。でもそうするか。そうするしか俺はないと思うんだよな。そう、現状、言いなりは危ないか、そんなに。でもお父さんは変わらないよ、頑固だもんだって。もうなんか言ってます、自分で。俺は一生変わる気はないから、変わるならお前が変われって。だから独り立ちこうできるまで、とりあえず、お父さんの、言いなりというか、家の中ではちょっとお父さんの信頼をもうちょっとこう勝ち取るために、お父さんに言われたことをちょっと頑張る頑張る頑張るがいいと思うね。それが。わかりました。はい。すいません、なんか。いや、ありがとうございます。はい。失礼します。いや、でもね、これってね、子供だからある種仕方がないのよ。大人になれば自分でこう自立ができるんだけど、子供のうちっていうのはどうしてもやっぱり親の力にこう頼らなきゃいけないから、親の言いなりにならなきゃいけないのね。イエスマンにこうならないといけないわけよ。難しいのね、そこはね。はい、もしもーし。お願い、ちょっと待ってください。羽織ってしまうかも知れないので。はい、もしもし。すいません。はい。ちょっと、込み入った相談なんですけれども、はい、いいですよ。私、10年ぐらい前に、親友ができたんです。親友ができたの。親友ができたっていうのが、私、身体障害者でして、なんか、一般の友達って、なかなかできなかったんですよ。でも、10年前ぐらいに、初めて名前を呼び捨てにしてくれるぐらいの、とてもいい友達ができたんです。けど、その友達が、6年経って分かったんですけど、発達障害がある人だったんですよ。で、私それを全く知らなくて、
彼女を東京に連れ出してしまったんです、地方に住んでるのに、うん、で私も身体障害者で彼女もちょっと発達障害があったので代々木公園で2時間真夜中に迷子とかをしてしまいまして、うん、向こう方の親に縁を切れって言われて早6年が経つんですよ、うん、で向こう方の親は自分の子供には障害がないんだから障害があるあなたが悪いって言われたから、私頑張って彼女の障害のことも勉強したんですよ。はいはい、いい、偉いじゃん。だから今だったら彼女のことを理解してあげられる自信はあるんですよ、うん、でちょっとメールアドレスもその時腹が立ってしまったので消してしまったり、電話番号も消してしまったんですけど、はい、住所だけはわかるんですよ。ほう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 。でそれで今お手紙を出そうかどうしようか迷っていて、うん、そのお手紙にも自分の名前を外書きに書いたら親に捨てられるんじゃないかってすごい怖くて、うん、書かなくても不審な手紙になるかなと思って、うん、だから どういう風な感じで外書きをすればいいかなとか思ったりして、あそういうことか、うん、それは外書きに僕は書いた方がいいと思うよ、ちゃんと。はい、うん、私からであるということをちゃんと示した方がいいんですかね。そう、ちゃんと読んでくれるかな、うん、ちゃんとすごい喧嘩、まあ捨てられたとしても、うん、でもそこまでの縁だったっていうことだって割り切らないとね、うん、うんうん、そうなんですよね。うん、本当に東京に連れ出したことは今でも謝りたくて、うん、そのことだけでもお手紙で伝えたいんですけど、うん、当時はなんで私が責められなきゃいけないんだって彼女に随分ひどいことも言ってしまったので、うん、うん、うん、それでも捨てられる可能性があってもやっぱり外書きに私の名前を書いた方が伝わるのかな。そうだね。いやそれもなんでかっていうと、うん、逆にこうなんか宛先がわからない手紙って読みますかって話なんだよね。そう、私もそれが心配で、うん、どっちがいいんだろうっていう、親に捨てられるリスクを犯して書くか、それとも宛先がない手紙を出して誰が読むかっていう話に、でいつも頭の中で二択になって、中身までは書くんだけど封筒が書けないっていう時間だけが過ぎていっていて、うん、そうだね、うんもちろんそれは書いた方がいいよ。そうですか。それか、じゃあ私、その子とあなただけで分かるなんかメッセージみたいなのないの、うん、暗号みたいな。それはまあ彼女が覚えていればありますけれどそれ書いてみたらどう。そうですね、もし名前を書くのが嫌だったら宛先のところに、うん、その子とあなたの間で共通のなんか暗号みたいなやつ。ああ、昔はよく使っていたものがあるんですけど。例えばあだ名とかないの？相手があなたに言ってたあだ名とかあります。それ書いたらいいじゃん。あのいつも彼女をからかうためにかあの使っていた歌の歌詞があるので、うんうん、そういうのでもよければちょっと
使って名前を書いてみようかなと思います。あ、それいいじゃん。そう、うん、じゃあそれで送ってみな。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい、一人でずっと悩んでたので話を聞いてもらえて、はい、とってもすっきりしました。いやいや、こちらこそありがとうございました。とって失礼いたしました。いやいいね、こういうの。なんか幸せになりそうだね。うん、はい、もしもーし。あ、もしもし。はい、とつ、ありがとうございます。あの、なんか小学校の頃にはいいじめられてて、ずっと。はいはい。で、なんかもう何年間もそれ気にしてなかったんですけど、うん、なんか最近になって思い出しちゃって。はいはいはい、なんかフラッシュバックして、うん、まあフラッシュバックっていうか、そう、うん、トラウマになってるわけね、それが。うん、で、なんか友達、うん、に最近裏切られて、うん、で、なんか自分友達いなくなったっていうか、うん、なんかつらくて、うん、どうすればいいのか分かんない。どうすればいいのかわからない。まあ、去るもの追わず来るもの拒まずでいいんじゃない、それは。なんか思い出しちゃうし、うん、なんか仲良かったと思った友達にも裏切られるし、うん、なんか辛いっていうか。あ、辛いのね。まあでもね、これね、僕が一つだけあの思ってることがあるの。僕いじめられたこともいじめたこともないんだけど、でも自分のことを見下したりとか自分のことを非難するやつよりは充実した人生を送ろうっていう、幸せになろうっていうことは思ってるんだ。だから、まあいろんなことがあるけど、いろんなことがあって、まあ、悔しいとか悲しいっていう気持ちはあるけど、でもそれをパワーに変えて一日一日生きていくのが俺はいいなと思うんだよね。うん、だこのこう、なんか泣いてる時間がこうもったいないっていうふうに思えるようになったら、君は多分大人になれると思うから、うん、そう、こうやってこうなんか悲しい悔しいって思ってる合間になんかできることを探そうよ。ね、だ友達に裏切られたって言って、じゃあ友達がいなくなりました、また新しい友達作れるように頑張ったらいいんだよ、そこは。人間いろいろいっぱいいるんだから、ね、世界に別にこうその子たちだけなわけじゃないからさ、他にもいろいろといるから、人はいっぱい。その中でこう自分と相性が合う友達と付き合っていったらいいんだよ。そういう友達の方が長く付き合えていけるからさ、上だけの関係よりもね。うん、うん、友達は少なくていいんだよ。うん、わかりました。そう、人生は友達の 2,3 人いればいいから。うん、うん、で、なんか親にも言ったんですけど、うん、なんかだからみたいな。あー、だからみたいな。なんか親も全然なんか助けてくれないし、うん、どうすればいいのか。あー、やっぱり親が一番の味方だもんね、子供にとってはね。うん、そうだもんな。そうか、学校の先生とかはどう？いや、学校の先生もダメ、当てにならないっていうか。あ、学校の先生当てにならないんだ。うん、それ学校の先生何？みんな当てになんないの？そうですね。うわぁ、学校の先生もひどいな、それはな。うん、じゃあ周りにさ、こう頼れる大人とかいないの？塾の先生とかさ。
いや、もう一人も本当にいない。一人もいないんや。なんか近所のさ、おじさんとかさ、近所の人とも全然仲良くないし。おばさんとか、なんかこういとことかいない？いとこは遠いんで、LINE とかいとことしてないの？してないです。ああ、いとことあんまりこう連絡取ってないんだ。ああ、そうなのか。だからその周りにこうね、味方になってくれるこう大人が一人でもいたら本当に大きく変わるんだよね。うん。そういうもんだったりするからね。まあ、だからそのね、親がこう味方になってくれないのはしょうがない、それは。うん。でも別にそのさ、あなたを別にね、見放してるわけじゃないってことね、まず一つはね。いや、あなたのことを見放すんだったら、あなたのことをこう、家で放置したりとか、もうポイってこう、なんか家から出してることもあるだろうしね。いや、もう出てけとは言われるけど、いやいや、それは本音じゃないよ。ね。ならいいですけうど。ん。全然本心じゃないよ。まあ、親も多分ね、まあ、お母さん、お父さんも、多分、育いや、児、お父まあ、さんい家事、ない。あ、お父さんいないや、お母さんなんや。まあ、仕事のストレスとか、多分、家の中のこうストレスとかもあるから、そこでこう、なんか、何かしら手伝いができることってあると思うんだ。だから、今までこう、例えばさ、料理を作ったり、まあ、下手くそでもいいんだよ、料理作ったりとか、洗濯したり、掃除をしたりとかしたことある？ります。あるんや、ちゃんとしてる？これ、定期的に。全然してます。え、全然してる？そういうの。してます。あ、してるんだ、ちゃんと。ああ。じゃ、自分の、まあ、身の回りの、のことを自分でこう、できるようにはなってるんだね。ていうことは、まあ、あれやな。それは、もう、なんだろう。学校の問題だけだね、あとはね。そうですね。そうか。でも学校の問題に関しては、正直ね、そんなね、頑張る必要ないよ。そう。頑張る必要がなくて、で、周りの人よりも幸せな人生を送ってやるぞっていうぐらいの意気込みで僕はいいと思うんだ。そういうので、こう、日々、なんかポジティブに生きていった方が俺はいいと思う。わかりました。うん、ピンチはチャンス。で、しかもあんまりこうなんかね、ゆるく、うん。プレッシャー感じなくてもいいから、そう、ゆるくでいいんだよ。そう。肩に力抜いてさ。あと、周りの目を気にしないことね。周りがこう何を言おうが、私はこうなんだ、ああなんだって言って言えるようになったら、偉そうに言えるようになったらもう完璧。かりました。うん。そういうことありがね。とうございま頑張って。す。応援してます。はい。ありがとはい。う。いや、ぶっちぎりな話で、ね、僕ね、バカな方がいいんだよ。うん。いや、正直ね、バカな方がいいんだよ。人間。バカだと考えないから。はい。もしもーし。あ、こんばんは。こんばんは。急に真面目系じゃなくなるんですけど、はい。ちょっとこの前、ラブホ行ったんですよ。ラブホテル。ラブホ行って、うで、まあ、私が攻める側になったんですよ。ん。何、私がされる側？ん？私が攻めてたんですよ。攻めてた。そしたら、上から下に行くじゃないですか。上から下に行くじゃないですか。徐々に攻めてく、徐々に行くじゃないですか。上から下。どこの上から下なのかな、それは。最初は、うん。耳から行って、最初は胸からいって、耳から、うん。うん。まあ、どんどん首筋から、唇から。ほう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 。で、まあ、下の方に行って、下の方に行って、で、どこに行ったの、最後。で、そこが問題なんです。そこが問題。まあ、フェラするじゃないですか。フェア、うん。そしたら反応が可愛くて、アナルに触ってしまいまして。うん。何や、どこ？アナル。アナルに触ってしまった。そしたら、ちょっとアナルに触ったら、何ってめっちゃ、ちょっと嫌われちゃっ
たんですよ。嫌われちゃった。アナルまで行っちゃったら。そう、それでも、いや、その人だけかな、掘りたいって思うのはって思って。うん。2日後ぐらいに違う男の人と、うん。ね、攻めてみたんですよ。2日後今度別のなんか何人いるんだよそういうフレンドが。まあまあ何人か、まあ、うん、じゃあそしたらその人でも掘りたいってなってしまって、うん、もうなんかもう通販でディルド買っちゃって、もうどうしなんかもうどうしよう、これからなんかもうアナルになんか男性を掘りたいなんか思っちゃって、うん、で昨日も水にゃんさんの配信見てるときに、はい、あのなんのマサザさん、なんマサキさん、違う、マリアさん、マリアさん、うん、なんか羨ましいな、水にゃん掘りてえなみたいな。何が俺を掘りたい？あ、いつも。なんか強めに言ってる人がド M になる瞬間見たいなーって掘りてーなーって俺を掘りたい？ いやいや俺あのアナルはまだだからね、まだキープしてるからね、ちゃんとね。だから男性って、うん、アナル触られるとどう思いますかね？あのね、これね、まあ、ちょっと気持ち悪い話になるんだけどアナルを触られるのはいいと思う、俺は。はい。でもぶっちゃけね、掘られるのはダメ。なんか舐められるのはいいんだけど、掘られるのはダメなんだよ。え、指を？指もちょっとダメだね。あ、私なんかヘラしながら、うん、指突っ込みたいんですよ。いや、ちょそれはね、男はね、違和感感じる、はい。え、痛いんですかね？痛いというか、やっぱりこう汚いみたいな。そこもちゃんと洗っ、シャワーでちゃんと、そのセックス前にちゃんと洗っといて、うん、するみたいな。あー、でもなんかその今までこう経験したことがない、そのなんか未知の領域だから、多分男の人は嫌がるんだと思う。ですよねー。うん。だからといってゲイは嫌なんですよ。あー。自分も掘られたいんで。うんうん。な、掘りたいし掘られたい。ほうほうほう。だからじゃこれから彼氏ができそうに、多分できてもアナル触っちゃって嫌われてさよならかなって。うん、どうすればいいですか、人生相談なんですけど。はい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 。まあそうだね、確かにこうこれからこう彼氏を作るときに、まあアナルオッケーなこう彼氏じゃないときには、まあ相当なんかレアだよねそれは。はい。だから結局その彼氏を作る、そう、彼氏に求めるこう優先順位っていうのをさ、自分の中でこう決めたらいいわけよ。まず性癖、顔、うん、職業みたいな順番あるじゃん、いろいろ性格とかさ、はい、でも第一印象はアナル？第一印象アナルで。あーマジか。でもブサイクはきついんですよね。だからそのアナルオッケーな男の人の中から、なおかつ第二の自分の条件を満たす人、はい、第三第四って言って徐々に絞っていったらいいんじゃない。でそこでゴーっていくっていう。ちなみにいくつ？なる。あ、19です。19だったら25まではあのそれでいける。だ25超えてくるとちょっとこうアナルは妥協した方がいいと思うね。25までに見つからなかったらアナルは妥協しなさい。わかりました。はい。ありがとうございます。っていう感じかな。もしもーし。え、もしもし、奥さん、つながってますよ。はい、はい、あ、はい、あとさん、ありがとうございます、どうも。あ、ありがとうございます。はい、私、まあ、高校2年生なんですけど。はい。
なんか予備校のことでちょっと相談したくて。予備校のことで、予備校2日で中退した俺に相談、いいよ、聞くよ。いや、私の予備校が、なんか AO とか今進めてて、で、なんか AO で大学に合格しようみたいな感じの塾でして、でもそれってよくよく考えたら、すごい確率が低いじゃないですか、まあ、AO の合 AO 入試はそうだね。格。でも、なんか、これから今後、この塾を続けていいのかなって、すごい不安になっちゃって。ああ、別になんか AO なんて学校で対策できるでしょ。なんか、論文とかも、その塾で対策って言って、年間で100万くらい、100万？はい、え、なんか、AO に特化した予備校で、何100万もすんの？小論文なんか学校の先生に見てもらえばいいじゃん、国語の先生にさ。なんか論文だけじゃなくて、やっぱり一般の対策もするから、面接とか。ああー、と一普通般のに、対策とか。普通に授業とかもしてやって、込みで年間で100万みたいな。でも私は一番安いコースでも年間で30、40は普通に超えてるんですよ。でもそれって結構家庭的にちょっと厳しくて、あ、もし、で、なんか他の子たちはなんか100万とか払って、その AO に特化してて、ちゃんと勉強してるのに、私はなんか全然勉強できなくて、なんかちょっと落ちこぼれで、で、なんだろう、なんか他の人とやっぱり差がついちゃうっていうのがあって、それってさ、ただ単にさ、予備校が合ってないだけじゃないの？なんかやっぱりもう1年後には受験になっちゃうから、今が変えるべきだと思うんですけど、でもなんか今更変えるのもあれだし、え、たった1年だよ、むしろ。1年間予備校を変えると多分ね、だから要するにだから僕が思ってるのは、今の予備校は多分君に合ってないんだと思うよ、俺は。だから少なくともこう自分のレベルにすごく合ってる塾をやっぱ選んだ方がいいと思う。やっぱり見つけるのってなんか大変っていうか、なんか基準がもう自分でもどうしたらいいのかわからないっていうのもあるので。例えばね、自分で勉強できるか、誰かこう他人に教えてもらわなきゃ勉強ができないかっていうと、どっちがタイプ、どういうタイプ？自分で勉強していく方ですかね。自分が勉強していった方が成績が上がりやすいタイプか。それだったら、どちらかというと、こう、自習とかが充実してるような塾を選んだらいいよ。自習プラス、じゃあ、まあ、授業がちょっとあるとか。そう。なるほそうすど。ると、自分が勉強したいことを、とりあえず自習の時間に使えるからいっぱい。で、わからないところを、その質問室とかにいる、こう、先生に行くことができる。なるほど、ありがとうございます。だからそういう自分に選んだ予備校っていうのを探すんだったら今でしょうっていう話なんだよね。そうですね、ありがとうございまいす。やいや、失礼します。いや、俺のね、高校3年生の頃をガチで思い出した。俺高3の頃ね、自習塾に行って成績上がったタイプなんだよ、めっちゃ。はい、もしもーし。あ、もしもし。はい、突然ありがとうございます、どうも。あ、すいません。私のバイト先の話なんですけど、今勤めてるバイト先がもう4年ぐらいいて、で、私なんかそこの
ただ一人を除いて、うん、あのみんな普通に接してくれるんです。ええ、でその一人っていうのが店長のお父さんで、うん、あのお店でマスターって呼ばれてるんですけど、はいはい、あのそのマスターがみんなにはこう当たり障りなくなんかこう笑顔でなんか接してるのに、うん、そのいきなり横で他の人と喋ってて、うん、私が他の仕事をしてると大声で私をなんか怒りつけて、うんうん、でなんか仕事を押し付けてきて、はい、であとなんかその一昨日なんですけど、うん、なんかそのお店の最後にレジの点検をそのマスターがいるときに、うん、あのマスターがお金の点検するんです、うん、で、あの自分その一番最後のお客さんにあのそのレジをして、うん、その時にちょうどマスターが後ろにいたんで、なんかあレジの点検するんだなと思って、うん、あのレジを閉めないようにしてたんです。で、うん、そのお客さんがちょうど1万円出してきたので、その1万円をそのレジの一番底に入れるので、なんかこう隙間みたいなのがあってそこに入れにくいんで、ちょっと前に出したんですよ、はいはいはい、レジのその引き出しを。あそしたら後ろからマスターが大声でおい閉めるなって怒ってきて、はいはい、であごめんなさいって言って、うん、その閉めるつもりなかったんですけど、あごめんなさいって謝って、ほうあのでお金入れた後も頭下げて、はい、すいませんでしたって言ってから、あのお店しまうためになんかその帰ったお客さんの食器を片付けに行ったんです、うん、そしたらなんか後ろからいきなりチッとかって言って下打ちされて、あでなんかその私そのバイトに行ってマスターにおはようございますって挨拶してもガン無視なんですよ、うん、はい、で他のお客さんとかあじゃあ他 の, あのバイトの人とかが挨拶したら、うん、笑いながらあおはようおはようみたいな感じで言って、でも私も結構あの店長とかもよくあのしてくれたりするんで、はい、そのもう辞めたいっていうよりなんかせめてなんか挨拶もおはようとかって返さなくていいんで、うん、うん、とかなんかもう少しなんかその当たりを強いのをもう少しソフトに言ってもらえたらなって思って、なんか周りとはあの態度を変えずに接してるんです。ほう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 、なんか結局でも通じないみたいで、うん、すごい当たりが強くて、だこういう人はちょっとどういうふうに対応したらいいのかなと、はいはい、あー対応っていうかもう相手にしてもしょうがないんじゃないっていう、はい、あーはい、俺だったら辞めた方がいいと思う、そのバイト先を、うん、うん、でもあの自分の家自体がちょっと家業をやってて、うん、であの土日基本的にあの家業を手伝わなきゃいけなくて、でその土日のお休みを結構くれるんです、はいはいはい、あの先にちゃんとお願いしたら、で、うん、店長もそれ分かってて雇ってくれてるので、はい、で一回その辞めようと思ったんですよ、はい、その時にあの店長が「あ分かりました」って言ってくれたんですけど、その次にバイトに行ってたらすごいなんか申し訳なさそうな顔しながら「申し訳ないんだけど、はい、ちょっとやめないでほしいんです」みたいな言われてしまって、で逆に次なんか「やめます」ってすごい言いにくくて。はいはいはい、なんか店長に一回その前他のこともあったんで、そのマスターのことをお話ししたら、うん、なんか一応そのマスターがいるところだけ日付日にち変えてくれたんですよ。はいはいはい、結局なんか人が足りなくて、はい、結局マスターがまたいる日に入れられたんですけど、はい、なんか本当に機嫌がいい日じゃないとなんかちょっと話しかけたりできなくて、
でもちょっとどうしたら本当にちょっとせめて挨拶だけはと思って、うん、でなんか 今普通に周りに接してるように普通に笑顔で明るく話しかけても、うん、なんかちょっとはみたいな感じで返されたり、はいはい、でその店長のお母さんもそのマスターと一緒にいる日はいるんですよ、うん、でその奥さんは結構よくしてくれて、うん、ただもう本当にマスターがただ怖くて、はいはい、で、まあ、ちょっとやめ、まあ、理由が結構いっぱいあるのでちょっとまあそうやめられないなっていうのもあって、はい、まあ、少しだけでいいんで、まあ、本当になんか接し方でちょっと変わるならもうちょっとあれしてほしいなっていうのがあって、うんうんうん、で、まあ、なんて言ったらいいんですかね。なんかそういう人にはなんか、まあほっとくとか、なんかもう少しこういうふうに接したらいいんじゃないかなみたいなのがあったら、アドバイス欲しいなと思って。ああ、俺だったらなんかぶっちゃけやめるけどね。うん、いやむしろなんかバイトじゃないですか。はい、バイトなのに時間給で雇われてるのに、はい、なんで精神的に苦労しなきゃいけないのこっちがっていう、っていうのを思うんですよね俺はね。はい、いや例えばそれが正社員とかだったらかなり責任感持ってなきゃいけないと思うんですけど、はい、時間給で雇われてるバイトが僕はなんでそんなに気を使わなきゃいけないかが分かんないんですよ。あ、そうですね、うん、分かりました、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました、はい、応援してます。だってそうじゃない。いや俺はねぶっちゃけだからそういう風に思ってるタイプなの。だむしろだからそのバイトを辞めさせたくなかったらじゃあそのバイトを可愛がれって思うわけよ俺からすれば。いやアルバイトでも仕事をしてるんだよ、社員とかは関係ないよって言うけど、アルバイトと社員なんて段違いだと思うよ。だって俺全然、だって社員とかって別にさ時給とかじゃないじゃん、だいたい固定給じゃんね。でアルバイトって時間給だからさ、うん、全然だから責任感が違うわけじゃん。で固定給もらってる正社員の人だったら責任感持つべきだと思うけど、別にさバイトって時間をお金に変えてるわけだからね、バイトをさ大事にしなければもうその店は大変だよ、うん、まあアルバイトも責任感は大事だけどね。ちょっと、はい、もしもし、もしもし、はい、突然ありがとうございます。どうも。あ、どうも。はい、もちょっと配信見させてもらってますが、ありがとうございます。はい、はい、相談なんですけど、はい、僕ミゼヤンさんって動物とか飼った経験あります？動物飼ったのは金魚しかないです今まで。あ、金魚しかないですか僕中今高校3なんですけど、はい、今年からで中1ぐらいから猫飼い始めたんですよ。あー、かわいい猫。まあすみません。で、うん、好きだったんですけど、なんかよく外に出るんですよ、はいはい、で帰ってきたりもするんですけど、はい、いや最近外出てって猫がでいなくなって全然2ヶ月経ってるんですよもう、はい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 、出て行ってからでどうしちゃったのかなと思って心配してて、うん、でなんか家族にそのこと言ったんですけど、なんか全然、うん、いやまあ帰ってくるでしょみたいな感じで言われたんで、いやでもさすがにちょっと長くないっていう思ったんですけど、はい、
いやなんかどこ行っちゃったのかなっていう。猫がどこ行っちゃったか。まあそれ相談しても水谷さん確かに分かんないと思うんですけど。はいはい。いやでもなんかそういういきなり出てって長い間帰ってこない猫とかは、うん、帰ってこないのかなとか。あーもしかしたらだけど、うん、もしかしたらだけど多分、うん、まあ、俺の予想だとどっか行きました。野生の猫になってるかもしれない。ああ、うん、じゃあもう諦めた方がいいですかね。まあそうだね、諦めた方がいいかもね。それは本当ですか。うん、なんかいろいろ探したんですよ僕、あの、うん、休みの日とかにも。はいはい、探したんですけど全然いなくて、うん、でもう僕一番好きだったんですよ猫が。もらった猫なんですけど、うん、いやもらった猫ですけど、なんか、うん、ずっと可愛がっててちっちゃい時から。いやすいません、なんか、いや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 、ありがとうございます。はいはい、じゃあ諦めた方がいいですね。はいはい。いやーでもな、難しいよな。探偵とかは必ずそうなんだ、探偵とかってこう必ず見つけてくれるんだ動物とかも。いや難しいよねこういうのはね。はい、もしもーし。あ、はじめまして。はい、はじめまして、どうも、ポツありがとうございます。あ、はい、あのいつも見させていただいてます。ありがとうございます。アドバイスをちょっといただきたいんですけれども。はい。今コールセンターで働いてまして。はい。で、今までもコールセンターで経験してて、今の、現場で、3つ目なんですね。はいはいはい。で、で最初の2つのコールセンターはめちゃくちゃ、はい、厳しい、なんて言うんでしょう、そのトークが厳しかったんですね、敬語に対するものが。はいはい。で、今の場所が例えばですけど、うん、お客様に対して例えばなるほどとか もしもしとか、そういうのって NG ってずっと思ってたものをそれフランクな言い方で話していいよみたいな、うん、逆にその私の話し方がかしこまってる、かしこまりすぎてるからもっと砕けた感じでフランクに話した方がいいって言われるんですけど、うん、それがなかなか崩せないでいるんですね。はいはい。あ、それってなんかどうやればいいと思いますか。それか、例えばなんですけど、はいはい、例えばそうです、そうですかって言葉とかもさようでございますかとか言うと思うんですよね。はいはい。でそれもそうですねとか、ああそうだったんですね、そう、あそれならばとか、なんかそういう簡単に簡潔にしていいみたいなこと言われて、だけど、うんうんうん、その私自身がそれ意識したら逆に言葉が出てこなくなっちゃうんですね。ああ、そういう場合なぁ。で、でもこんな感じで僕ねいいと思うんですよ、今僕と話してる感じで。それか、仕事モードに入っちゃうと、うん、やっぱり切り替わっちゃうんですよ。あ、結局その顔が見えない方との、うん、会話なので、うん、で、なんか肩に力が入っちゃう感じ。そうです、そうです。ああ、はいはいはい。なので、うん、そうですね。なのでなんていうのかな、うん、普通にっていうか
ここまで砕けて、まあ、最初の、今の現場に職場に来た時に、はい、モニタリングとかした時にここまで砕けていいんだって逆にびっくりしたぐらいで、はいはい、でなんか、うん、なんかいや本当に通常多分コールセンター経験したことある人だったらなるほどですとかもしもしとかはNG ワードなんですね。はいはいはい。でもしもしって意味が例えばモースモースっていう言葉になるので、はい、こっちからかけるけ敬語でもな丁寧語でも何でもないんですよ、うんうん、例えばなんですけれど、はいはい、でもそれは今の現場では OK で、うん、でそれをどう崩せば、それをどう崩せば、はい、でも今の現場自体はすっごい環境がいいんです。その代わり、なんかそのシミュレーションとかってやらないんですか？あ、やりましたよ、やりました。そこでちょっと一回ぶっ飛んでみましょう。え？実はそのなんかこう大砲を撃つっていう、まあ、大砲を撃つときに大砲ってわざと一回遠くに飛ばすんですよ。ああ、はい。で今度はこう、まあ、徐々にこう距離を縮めて、はい、距離をこう目標の場所に近づけていって撃っていくっていう、うん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 、な感じで、だから一回ちょっとこうぶっ飛んだ感じでやってみて、そこからこう徐々にこう修正かけていくのはどうですかね。あぶっ飛んだ感じ、うん、はい、ぶっ飛んだ感じですかね。だからまあ普通に友達と話すぐらいの感じでこう喋ってみて、で、はい、シミュレーションだから多分上司の方とかが聞いてると思うんですよ、はい、上司の方がここ修正してここ修正してここ修正してって言ったらこう修正していったら、そのロープレする時間自体が今ないんですね。あ、ロープレの時間がないんですか？そうなんですよ。常に待ち子って言って、待ってる人が多い現場なので、はいはい、常に電話が鳴っちゃう状況なので、はい、そういう時間がもう研修期間中にロープレとかあったんですけど、もうそれも終わっちゃってる感じなんですよ。じゃあなんかその友達となんか話す時みたいな、友達と練習みたいな、うん、そこでぶっ飛んだ感じでぶっ飛んだ感じでやってみて、で練習ですかね。いくみたいな、そうですね。今コメントを見させていただいてるんですけど、そう、今のままじゃダメなのっていう方がいたんですけど、今は通常のモードで喋、普段の自分のモードで喋ってるので、はい、はい、真面目すぎなんですかね。ていうか逆にもともといたところが厳しすぎたところがあったので、はい、叩き込まれちゃったんですよね、敬語っていうものを。はい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 。そのせいが、うん、一番大きいかなって。はいはいはい、うん、ですね、うん、とりあえず、ん？あ、すいません、もともとの場所と一緒じゃダメなんですか？もともとの場所と一緒のトークじゃダメだって言われました。あ、すいません、今コメントしてる方いたのでちょっと、はい、いえいえいえ、すいません。はい、あー、まあでも一応じゃあ自分の友達相手にそのぶっ飛んだというか、はい、試してみたいと思います。試してみてください。すいません、はい、突然。いえいえ、はいはい、ありがとうございます。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、もしもし。あ、もしもし。突然ありがとうございます。はい。こんばんは、はじめまして。こんばんは、はじめまして、どうも。ちょっと重たい感じの話になるかもしれないんですけど、大丈夫ですかね。はい、大丈夫です、はい。ちょっと結婚していて、はい。
ってちょっと今音と別居してるんですけど、はい、その一応 DV の関係で接近禁止にはなってるんですよね、夫は。であの、まあ、リアルの方とネットの方で結構ストーカーをされているというか。リアルとネット、そのリアルでストーカーしてくるのは誰ですか？旦那さんですか？旦那の方ですね。え、接近ついてんだったらストーカーできるんですか？接近禁止でもあの自宅付近を結構徘徊してるんですよね。え、それもう普通に警察呼ぶべきでしょ？呼んではいるんですけど、うん、あまりちょっときちんと対応してくれないというか。え、警察が対応してくれないんですか？あんまりしてくれないんですよね。なんか警察も警察でなんか証拠がないからとかで捕まえられない感じ。一応近所の、 あの友人とかもあの写真とか撮って送ってもらって、それも警察に提出はしてるんですけど、はいはい、ただその注意だけで終わってしまうっていう感じなんですよね。それ絶対警察おかしい。あと一応配信者やってるんですけど。旦那さんが？いや、私も旦那も配信者やってるんですけど。旦那さんも配信者やってるんですか？でその、ま、旦那さんの方のリスナーさんを使ってその枠を潰しに来たんですよね、私の。いや、本当なんですよ。録画も残してあるんですけど。何ですか、ツイキャスを使っても、なんかツイキャスでもなんかそういうストーカー行為みたいな。そうですね、あの自分のやったことをいかにも私がやったっていう風にその嘘を吹聴してるっていう感じなんですよね。はいはい、ちなみにあの、はい、なんかその旦那さんから例えば殺すとか、後ろ気をつけた方がいいかもしれないよっていうのは言われたことありますね。それは警察に言いました？言いました。で警察何にも動いてくれないんですか？それもただ注意しただけです。被害届出したいとか言いませんでした？被害届はまだ出さないで DV の届け出だけ出してくださいっていう感じだったんですよね、警察が。はい、いや、それはね、警察署に行ってもう被害届を出したいってごねたらいいですよ。かなりごねたんですけど、はい、ちょっとあの結構田舎の方に住んでいてあまりやる気のない警察なんですよね。警察は何ですか、被害届を受理しないって言うんですか？被害届は受理拒否できないですよ。ですよね。うん、あのもともとずっと DV をされていて、はいはい、でさすがに殺されると思ってやり返してしまったんですよ。はいはいはい。一応私も加害者ではあるんですけど、うん、あの夫の方が嫁に暴行されたっていう風に警察に。それ正当防衛にならないんですか？ならなかったんですよね。そう、むちゃくちゃやな。ま、今一応調停もやってはいるんですけど、はいはい、もう慰謝料は絶対払わないってごねられてる感じなんですよね。なんか弁護士さんとか調停だったら使ってる感じですか？今のところはまだ使ってはいないんですよね。まだ使ってないんだ。いやでもね、やっぱり引っ越しできるんだったら引っ越しをすることをおすすめするんですけど、でも一応実家にはいるんですけど。実家ですよね、多分ね。引っ越しできないんだったら、はい、もう本当に弁護士を使った方がいいと思いますよ。一応その知り合いの弁護士の方には一応逐一報告はしてはいるんですけど。じゃあ報告はしてるんだ。そうですね、まあ、じゃあ離婚の調停なんですけど。その時もなんかストーカー被害のことを伝えた方がいいですよ。あ、それも伝えてます。あ、伝えてますってことは、あとは、はい、じゃあその役所とかにある窓口、はい、もう行きました。行きました。
そこまでやって、はい、まだ旦那はあなたのことを追ってくる。そうなんですよね。あのいろいろそのネットの方がいろいろ情報を流してくれるんですけど、はい、ツイッターのアカウントに最後に数字が書いてあったんですけど、その私の誕生日が書いてあって正直本当に気持ち悪いと思って、ちょっと身隠した方がいいっすよ、どっか。でも仕事もあるので仕事を辞めるわけにもいかないですし。あー確かにそうか、身を隠せないんだったらどうしたらいいかな。これはどうしてもその離婚の理由の原因で反省してるっていう証明で慰謝料は正直取りたいんですよね。はいはいはい。原因としてはの不倫とその DV とその DV でちょっと流産してしまったので、はいはい、どうしてもそれを認めさせたいというか証拠もちゃんとあるんですけど、はい、だそこまでやってもどうして警察が動いてくれないのかなっていうのが正直あるんですよね。あー確かに、そこまでやって警察が動いてくれない。動いてくれないです。一回ちょっとネットから離れてみたらどうですか。ネットから一時期離れたんですよね、2ヶ月ぐらい。ネットにいるとなんかそのいろんな余計な情報とかも入ってくるじゃないですか。そうですね。でそこで LINE、はい、LINE の方もなんか誰かが情報を流してるみたいで、うん、それもちょっと見られてたりしてるんですよね。はいはいはい。でも仕事でもやっぱり LINE は使ったりもしてるので、うん、それもやめられないですし。あ、そうだ、県警本部があるじゃん。県警本部、そうそう、自分の地元の県警本部、うん、の方に電話をして、で所轄の警察が全然動いてくれませんっていうことを説明したら、こう県警本部の方から所轄の警察署の方に、丸丸さんっていう人からこういう話が来てるんだけどっていうことはあるんですよ。そしたら所轄の警察署の刑事さんから電話かかってきたりとかして、何日に来れますかって言ってあるんで、はい、あなんか正直そのツイキャスでもその夫だけがこう楽しくやってるっていうのがどうもなんか許せないっていうのがあるんですよね。あその復讐心っていうのをね持ってしまうと、復讐はしようとは思ってないんですけど、はい、自分自身がここまでなんて言うんでしょう、精神的にも結構きてたりもするので、仕事にも結構影響出たりもしてるんですよね。はいはいはい。一応金融機関に働いてるのでちょっと失敗は許されないというか、はい、会社の周りとかも結構徘徊してるんですよね。はいはい。地元が同じなのでやっぱり引っ越しても、うん、多分足がつくんじゃないかなっていうのはあります。あ一回ちょっとこうネット離れて県警本部の方に行った方がいいですよ。地元の県警本部がどこなのかがわからないんですよね。はい、田舎すぎて何もないところなので。だから自分のだから電話番号を多分検索したら出てくると思うんで、はいはい、そこに電話をかけてみるのがいいと思います。あそうですね、はい、とりあえずそれをやってみてもうダメだったら諦めるしかないですよね。まあ諦めるしかないですねそれはね。一応離婚したらストーカーの届けは出してくださいねとは言われてるんですよね。はいはい。でも本当にそれも動いてくれるか正直疑問ですね。ああ。
まあ、県警の方から行くのがいいと思いますよ。県警ですね。はい。まずは。それが一番だと思います。そうですね。今のところ一応父親とかも守ってはくれてるんですけど。はい。まあ、病気なのでそこまで守ってくれるっていう人ではないかなと思って。はい。ネットからとりあえず離れてみて、そっちの県警の方にも電話してみて、もうダメだったらもう諦めます。はい、そうしてみます。まあそれがいいと思います。はい、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい、いや大変ですね。でもね、県警とりあえず電話したら、いや県警行ったらとりあえずなんとかしてくれることあるんだよね。はい、もしもし。あ、もしもし。はい、トツありがとうございます。どうも。はい、あのね、以前ねトツさせてもらったものなんですけど、はいはいはい、相談トツ、父親が見つからないってやつで。はい、覚えてらっしゃいます？覚えてますよ。はい。あ、そうなんですか。で、結局、父親とね、連絡取れまして。はい。で、まあ、突出した次の日に見つかったんですけど。それがね、なんでしょう。か、あ、じゃあ、お父さんか。お父さんの元働いてた会社に、たまたまお父さんのお姉さん。はい。が行ったみたいで、はい、それで、なんか、妹からめっちゃ連絡来てたよ、みたいなことを伝えてくれたみたいで。はい。そう、それで連絡取れたんで、もうそれのお礼言おうかなと思って、ありがとうございました。ありがとうございます。本当によかったです。良かったですね。それとね、はい、そう、本当よかったですよ。それでまた相談がありまして。はい。で、あのね、うちちょっとまあ親が離婚してるっていうのはあるんですけど、それでね、母さんがまあ再婚しまして、はい。で、そのうちまあ言うたら5人兄弟なんですね。ええー。で、弟が今中2なんですけど、はい、その中2の弟が全く勉強しないってことで、その、なんで、再婚相手の旦那さんがめっちゃキレてるんですよ。はいはいはい。んで、本人もなんでしょう、やる気は出して頑張ってやってるんですけど、それがなんか納得いけないみたいで、その旦那さんが手挙げたりとかしてるみたいなんですよ。はい。で、それで、なんでしょう、母さんにも問題あるし、その旦那さんにも弟にも、自分の弟にも問題あると思ってるんですけど、なんでしょう、どうしたらその中二の男子、男の子に勉強する意欲を出させるかっていうのが。意欲ですか？それはもう、金ですよ。金ですか？金か物。金か物。結構金とか物で、なんか、まあ、口悪いんですけど、釣ったりとかしてて、まあ、テクスケが悪いっていうので、まあ、結構ね、悪いこともするような子なんですけど、はいはい。そう、まあね、いろいろね。そう。で、その、なんでしょう、物で釣ったりしてもいけなくって、んで、なんでしょう、自分はやる気ありますとか言いながら、あんまり勉強しなかったり、結構ね、できないんですよ。あー、そう、それか。そうなんですよ。僕はね、やっぱりね、物で釣るやり方が僕は一番だと思うんですよ。やっぱり物ですよね。まあ一回やってみます。すいません、ありがとうございます。いやいや、何回も、はい、ありがとうございました。はい、金と物はでも本当にそうだよ、うん、金と物は本当にそうだね。はい、もしもーし。あ、もしもし。とつ、ありがとうございます。はい、撮っていただいてありがとうございます。いやいやいや、どうしましたか？お父さんとお母さんの問題で相談があるんですけど、はい、お父さんが浮気をしてるんですよ。お父さんが浮気をしてる。はい。そう。
で、なんか不倫なのか浮気なのかはまだ分かんないんですけど、はい、あの夏ぐらいからなんかすごい様子がおかしくて、はいはいはい、なんか帰ってくるのがすごい遅かったりとか、その一日帰ってこずにそのまま土日に入るみたいな、金曜日に帰ってこないで土日みたいな、とかそういうなんかのがあって、で気になって携帯を見たんですよ。はい。それで、あの暗証番号があるじゃないですか。はい。iPhone です。暗証番号があって、なんか適当に誕生日入れたら開いたんですよ。はいはいはい。それで、あの LINE を見て、その一番上にその女性らしき名前があって、はい。でこう見たらやっぱりこうその何日にどこで会えるねみたいな、楽しみだねみたいな。のがめっちゃこう書いてあって、チャットが、はい、でそれでなんかお母さんには言えなかったんですよ、それを。なんか言ったらダメかなと思って、なんかそのなんか後ぐらいになんかたまたまテレビとかでその浮気とかそういうのやってて、はい、で軽くお母さんになんかお父さん浮気したらどうすんのって言ったら、なんかいやそれでもなんか絶対離婚はしないみたいな。そう、それでなんかたまに泣いてるんですよ、夜になんか帰ってこないとなんか、はいはい、泣いてて、でなんか私が力に全然なれないし、はい、そのなんか止めるっていうのも絶対多分無理だと思って、うん、でそれでなんかその飲み会とかがめっちゃ前よりもすごい入ってるんですよ。飲み会とかこうなんかお父さん結構なんか大きい会社に勤めとって、はいはい、でなんかそのなんとかの勉強会みたいな、うん、とかなんかそのそのその仲いい友達のとこでご飯食べてくるから今日は帰らんみたいな、朝帰るわとかが増えてきて、でこう LINE の通知もすごいなんかプン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 なってて、うんうん、でそのそのお父さんはもう、私はもう知ってるから、もうその朝帰ってきたら、あ絶対あの人のとこ行ったんだみたいな、はいはい、でそのお母さんが泣いたりするからこう解決をしたいんですよ、私は。いや、で解決なんかしなくてもいい。どう、そのままほっとけばいいんですか、そうなって。あのねこれねマジでね、夫婦の問題っていうのはね、うん、夫婦の特になんかその、うん、まあ、下世話な問題っていうのは、うん、あんまりね口出さない方がいい、うん、本当。本当ですか。うん子供つらい、あのね、うん、君はつらい気持ちはわかるけど、うん、でも本当にやめておいた方がいいね、それはもうそのまま。うん、流してた方がいいですか。一つこうつくと周りがバーンって崩壊するから。ああ、うん、はいはい。積み木と同じだよ。はい。そう、一個取ったらこうバーンって壊れちゃうのと。うん。うん。そう、だからあくまで辛いかもしれないけど、うん、知らんふりしておきな、うん、それは。わかりました。うん。ありがとうございます。いえいえ、はい。あ、失礼します。はい。はい。いや本当にそうなんだって、これマジで。うん、大人の問題にこう変にね子供がね一ちょかみをするとねやばいことになることあるんだよ。はい、もしもし。もしもし。どうも、突然ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、あの大学時代の友達が、はい、アムウェイにハマって出てアムウェイ来ましたね、得意ジャンルが僕の。あ、そうなんですか。はい、アムウェイですね。私はいまいち分からなくて、むしろその友達がハマって知ったんですけども、はい、私のそのハマってるこの友達ともう一人仲のいい友達がいるんですけど、はい、その友達が一回そのハマってる子に
なんか今好きな人の講演会があるから一緒に来てくれないかって言われたらしいんですよ、うん、好きな人の講演会、ああよくありますねこれね。で、うん、その友達はまあ全然いいよみたいな感じでついてったんですよね、うん、でそしたら行く途中に今から行くのはアムウェイなんだみたいなことを言われたらしくて、あで友達は知ってたんですよ、そのアムウェイがどういうところかっていうのを。はいはい。でえアムウェイってネズミ講よみたいなことを言ったらしいんですよ。マルチ商法だよみたいな。はい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 。でそしたらその友達はみたいな、ちょっと苦笑いみたいな感じで終わったらしくて。アムウェイはマルチじゃないよとは言わなかったんですか？なんかよくマルチやってるやつらが言うセリフですけど、これはでなんかそういうのなくて、うん、みたいな感じだったらしいんですよ。はいはい。でまあ普通にそのセミナーに行ったら、まあ周りはすごい必死にメモを取る感じで、あの大体3、40代ぐらいのこうサラリーマンとか女性たちがスーツを着てこうね、そうですそうです、なんかすごい何十人っていう満員で、うん、でまず行った時に1人1000円取られたらしくて、あいや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 、ありますね。でその友達は普通に2000円出そうとしとったんですけど、はい、その誘われた子が「え出そうか?」みたいなことを言ったら「なんかごめん半分500円だけもらっていい?」みたいな感じで、その子は500円渡したんですよ。はいはい。でそのセミナーに行って、うん、そしたらもう何ですか、セミナーの途中もみんなすごい真剣に聞きながら必死にメモをして、そのハマってる子もずっとひたすらメモを取り続けとったらしいんですよ。はい。でそのセミナーが、そのセミナーはとりあえずまあそれで終わったらしいんですけど、ええ、で友達、そのハマってる子の友達のインスタとかにそれ以降ちょいちょいなんか料理を作ったとか、はい、なんか研修勉強会があったとか出張行ってきたとか、こうだんだんとすごいインスタがそのアムウェイの人たちにの活動一色みたいな感じになってたんですよ。でなんかそのハマってる子はもともとすごい人がいい子で、うん、友達もすごい多かったんですよ。あでその私の誘われた友達以外の友達もそのアムウェイのお菓子作りとかに誘ってるみたいで、うん、はいはいはい、ありますねそういうね集会みたいなやつで。だからなんか私からしたらそういうのに誘ってたらどんどんその友達がいなくなっちゃうんじゃないかなと思って。あ、もちろんその通りです。マルチは友達なくすし、お金もなくすし、人生アボーンです。そうですよね、はい、でもなんかその子はお金儲けのために雨を言ってる感じじゃないんですよ。はいはいはい。本当に自分のためになると思って言ってるっぽくてもうそんなやつなんかこう勝手にね破滅の人生を送らすぎゃいいんですよ。そうなんですかね。いやだからそこでこう変に救おうとするとミイラ取りがミイラになって、こうあなたもズーズーこうね変な道に行っちゃうこともあるんですよね。変にだからこういう時は正義感出さずに、はい、あの遠目からこうねその子の人生の破滅を見てあげることが大事なんですよ。そうですよね。なんかそうですよね。はい。じゃあもう何も言わず、何も言わずに我関せずの姿勢で、はい、行くのが一番いいと思いますね。あ、救う方法はもうないってことですね。ないですねそれはね。一回どん底を見るのが一番救う方法だと思います。そうですよね。もう、はい、わかりました。はい、ありがとうございました。いえいえ。はい、
頑張ってください。体に気をつけて。はいはい、ありがとうございます。そんなね、あのマルチなんかにこうかかってる、マルチなんかにこうかかってるね、人間をねわざわざ救わなくていいから、それはまあよかったらあのツイッターフォローとね、通知登録とサポーター登録ね、3点セットぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、もしもーし。すいません、こんにちは。こんにちは、どうも。はい。あの家族の相談なんですけど、はい。家族についての。ええ。とまあ、家、両親が離婚してて、はい。で、今、母と一緒に暮らしてるんですけど、はい。で、まあ、まあ、いろいろあって、お母さんがお父さんに連絡したんですね。はい。あの、お金の援助が欲しいと。ええ。で、まあ、少しなら出せるでまあ、お父さん言ってたんですけど、はい、でなんか会いたいみたいな、なんか離婚して私も記憶がほぼないみたいな感じ で、うんうん、でまあ、会いたいみたいな、はい、言われたんですけど、で 3人姉妹で私が、はい、上と下にいるんですけど、うん、両方とも、まあ、私は行かないみたいな感じで、ほうほう、いやでもそんなおかしいっていうかね、相手だっていつ死ぬか分かんないんだし、はい、やっぱ一回は記憶に残しとかないといけないのかなと思うんだけど、はい、なんかあれじゃないですか、一人で行くのもって感じだし、うん、まあここ会わないで、会わないっていう選択肢を取ればいいのかなみたいな、どっちがいいのかなって思って、会わないっていう選択肢を取るか、会うかっていう選択肢を取るか。そうですね、はい。あー、まあ金のために魂を売るかいやでも会わなくてもお金はくれるんですか。お金くれるんだ。でもそんな、うん、お金は別になんか無理して会わなくてもいいんじゃない。会わなくていいですかね、うん、なんか会いたい、会いたいっちゃ会いたいんですよ。あ、会いたいんだったら会いに行きなよ、それは。会いに行った方がいいですかね。うん、いや、むしろ時間って有限だからね、案外こう、うん、なんか悩んでたらやった方がいいんだよね。はい、悩んでる暇があったらやってみて、うん、でダメだったらダメで仕方がないっていう感じでやったらいいと思うよ、うん、会いに行くと。うん、はい、わかりました。はい、できます。すいません、ありがとうございました。いや、めちゃくちゃいいじゃないですか、ってお金をくれるってねえ。いや、いろんな家庭がありますねっていう、うん、あ、なんかこうすごいね、ちょっとこうなんかもう体がこうぐわってこうなんか疲れてる感じでございますけどね。ほんと離婚率が高い、離婚率は高いね。こう人生相談とつましのね、離婚率はマジで高い超高いね、離婚率ね。はい、もしもし。もしもし。はい、突然ありがとうございます。はい、あの、私実は妹がいるんですけど。はい、妹。妹、はい、いるんですけど、はい、なんかお父さんに去年一昨年の10月に施設に入れられて。なんですか。あの、施設。施設、はいはい。に入れられて、それから全然会ってなくて、うん、でお母さんとお父さんが私が3歳ぐらいの時に離婚してて、はい、それで去年の9月からちょっと裁判をやって、うん、今お母さんと一緒に暮らせるようになったんですけど、はいはい、よく私がお父さんから虐待を受けてて、うん、それで妹に今
会えないようにされてて、はいはい、妹が虐待されてないか心配で、うん、どうにか会える方法がないかなと思って。あー、ちなみにおいくつなんですか？16です。16か。で、妹に会える方法、はい、そうか、妹はありえそうだもんな、虐待受けてる可能性ね。はい、うーん、そう、お父さんとあなたの関係っていうのはいいの悪いの？すっごい悪いです。すっごい悪いか。ってことは、まあ、成功法じゃまず難しいってことだね。はい、成功法で行って、で、会いたいですって言っても絶対会わせてはくれないわけか。そうなんですよ、この前方向、うん、この前、それでお父さんに電話をかけて、はいはい、妹に会わせてくれないかって言ったら、なんかお前みたいなクズはさっさと死ねって言われて、うん、お前と妹は絶対に会わせないって言われちゃったんですよ。うわ、お父さんもなんか言うことめちゃくちゃこうなんかきついな、子供にこう罪はないのに。うん、うん、どうしたらいいものかね、そういう時は。成功法が無理だったら、成功法が無理だったらね、妹とは連絡取れるんだっけ？取れないです。妹とは連絡取れないのか。はい、連絡先とかも知らないわけ？いや、わかるんですけど、うん、多分自分の携帯からやったか、なんか着信拒否とかなんかいろいろやられてて、多分開けれないんですよ。お父さんに着信拒否をされたのか？はい。うわぁ、もうお父さんも根っからやろうな。うん、それはひどいな。いや、でもね、妹の学校とかね、友達とかを使うっていうのはあんまりいい方法じゃないんだよね。うん、逆にこう、この状況を悪化させる可能性があるから。うん、うん、あ、児童相談所、児童相談所か、はい、いいかもね、児童相談所ね。でもなんか、児童相談所の人とはお母さん関わるなって、なんかちょっと前の職員さんが、うん、担当の職員さんがすごいちょっと悪い人だったから、うん、うーんみたいな。自走、いや、警察もね、何もしてくれないよこれは。うん、どうしたらいいのかな。難しいですよね。いや、これは難しい問題だな。なんとかあるかな、いい方法。でも距離はある程度あるんだよね。ですね、ありますね。ああ、いいこと思いついた。妹の SNS 探そう。探したんですけど、うん、あれなんですよ、一回 Twitter フォローしたら、うん、なんかブロックされて。それ妹からも拒否られてんじゃないの？いや、お父さんが携帯を見てるらしくて。あ、お父さんが携帯見ててブロックが。中学生で、妹が、うん、だからよく携帯見られるらしくて、で、その時に、うん、お、取れるって思ったらなんかできなくなっちゃって、なんでって友達に聞いたら、なんかお父さんがちょっとみたいな言われて、ああ、やっぱかって思って、うん、もうだから取る手段がない。別アカあるじゃん、別アカ作って、で、妹に DM 送って、で、妹に証拠隠滅。あ、その手があったか。その手がある。よし、お、ありがとうございます。はい、そうやな、別アカ作って、で、 DM 送って、で、 DM って消すことができるから、ちゃんとこう消してもらえばいいじゃん。そう、いいね、いい方法がありました。
ちょっとね、あの皆さんに、皆さんにちょっと、申し訳ないですけど、あのですね、ちょっと皆さんにちょっと謝らなきゃいけないことがあるんですけど、私水ギャンですね、本日もう体の限界がありまして、私水ギャン本日ですね、体の限界がございまして、そろそろ休ませてください。4時間しか寝てないんです。でもうパコパコ言われるんで、パコパコ言われるんで、とあるところで寝配信やります。ちゃんとこの後パコパコ言われたくないので、とある場所で寝配信やります。はい、なんでですね、皆さん、皆さん、ちょっとね、謝罪がございます。なんか巷ではですね、私が浮気をしているとか二股をかけているとか、そういうなんか疑惑があるみたいですけれども、僕がですね、そう一人の女性に愛してるとか好きだよとか、あとまあ指輪をですね渡したりとかした、プレゼントしたっていうことで、まあ思わせぶりなこう態度をとってですね、女性と交際しているかのようなことになってしまい、誠に、申し訳ありませんでした。この件に関して浮気とか二股とかそういうものは一切ないんですけれども、私がこう一人の女性にこう思わせぶりなこう態度をとってしまったことが引き金ですので、まあ、このですね、件の責任は私にございます。僕がその勘違いさせたことは大変悪いと思っておりますので、まあ、今後はですね、そのような、まあ、関係になったとしても、思わせぶりなこう態度を取らずに、私、水にゃんは、愛してるよとか、送るときも、かっこ、体をとか、ね、好きだよって送るときも、かっこ、体をとか入れて、誤解を生まないように、したいと思いますんで、はい、今後ともですね、私水にゃんの配信を皆さんよろしくお願いします。以上、水ニャンでした。よかったら、ツイッターフォローと、ツイッター本赤の方フォローと、通知登録と、サポーター登録、皆さん、よろしくお願いします。じゃあね、お疲れ様です。